はい、こんにちは。夏林です。初心者のためのギター講座。今回取り上げる曲は、愛子さんのカブトムシです。今の季節にね、ぴったりだと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。で、この曲はですね、カポさんにする必要があります。もしカポを持ってない方はね、概要欄の方にリンク貼っとくので、ぜひそちらで用意してください。カポをね、3番目のお部屋に挟んで、C を弾くとね、こういう音がします。この曲のねストロークはすごくシンプルです。まあ4ビートでね、ジャンジャンジャンっていう風に弾いてあげればいいです。で、4ビートだけだとね、ちょっと若干こう寂しいような感じもするので、ジャンウン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 、こんな感じでね弾いてあげるといいです。ジャンウンジャンこんな感じです。ジャンチョコ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 っていう風に弾いてもいいかもしれません。なかなかね4ビートって意外とね空振りする人は空振りするかもしれないので、もしかしたら最初の頃はね、この余った指をここに置いといて、ここに置いといて弾くと安定するかもしれません。で、その場合は置くとね、腕は振りづらくなるので、ここのね手首をこううまく使うようなイメージでこれが弾けるといいです。勢いよく弾くような曲ではないので、この手首をこう脱力しながらこうね、優しく優しくっていう風に心がけて弾いてみてください。悩んでる、こんな感じです。C C D マイナーセブン E マイナーセブンからの、ここで E セブンを一拍だけ弾く。1,2,3,4 で Am7 G のところで、まあ一応なんかだんだん強くしてって盛り上がりを作って歌に入る。っていう感じです。歌に入りましょう。歌に入ってもね、弾き方自体はオーソドックスな弾き方は変わりません。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい。まあ変わらないって言ったんだけど、ちょっとね難しいところで言ってました。Am7 Gm7 C っていうところがちょっとやっぱりね決めで作りたいところです。1,2,3,1,2,3,1,2っていうのは拍数になります。じゃん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 、それぞれの音を伸ばしながらも最後にちょこんと当てるような弾き方。伸ばすジャン、伸ばすジャン、ジャン。で F メジャー7っていう感じです。ここはね、なかなか拍数取りにくいところですけれども、もしそれに手こずるようだったら、本当に腕をこう3回振る。1,2,3,1,2,3,1。こんな風に弾いてもいいです。で、頭のところだけを強く弾いて、あとはちょこちょこっと当てるような感じ。じゃんちょこちょこ、じゃんちょこちょこ、じゃんちょこっていう風にやると、拍数を、こう迷わずに弾けるかな。で、ダウンでこうリズムを、じゃんちゃんちゃん、じゃんちゃん、じゃんちゃんちゃん。ダウンでこうリズムを取るっていうことを心がけてみてください。で、ドー Em7 からどうした早く言ってし
そう。ここで A7 からのね、1、2、3、1.5 拍だけ Em7 になるって、その前に E7 をね一瞬止めてから F に行くっていう風にしてあげると、まあなんとなく弾きやすいかなと思います。どうした早く一転しまえ、そう歌詞で言うとそうのところに合わせる Em7 をね。で言われても私は弱い、ここの F からの F マイナーっていうコード進行は、あの指のね使い方としては F を弾いてての F マイナー、この指中指が余りますので、この中指はこっちにね人差し指に添えて指3本の力でこう制覇する、バレエにするっていうことをしてあげると、そのなりにくい3弦、この3弦がねこう指3本の力でなんとかこう弦をしっかり押さえるようにするとなりやすくなると思います。あの F から F マイナーのところにちゃんと音が変わってくれてないと、なんかコードチェンジ、なんかコード変わってるのか変わってないのか分かんない曖昧なポイントになってしまうのでね、 F と F マイナーをしっかり弾き分けるようにしてください。でそれをね A メロでもう一回繰り返しになった後、 B メロ Am7 のところが入っていきます。スピード落としたメリーゴーラー、悪魔の盾が身が揺れる、1、2、少しっていう感じです。サビの手前でねやっぱりブレイクのポイントと、あとコードチェンジがちょっと変わるところがあるので、そこもかっこよく決めてほしいです。スピード落としたメリーゴーラー、一拍だけ今のセブン弾いて、あとですね白馬の盾が身が揺れる、1、2、ここが難しいところですね。白馬のジャーピタジャーで Dm ジャー、ここだけを繰り返すと、ような感じになります。やっぱりねそのコードが変わってるタイミングでダウンをしっかり入れてあげる、じゃーんじゃーんっていう感じで、もしね、まあ、ここで音を止めるんだけれども、その時に、弦をねこうチョップしてあげると、こういうねチャッていう音がしますね。まあ、入れれれば入れてもいいし、なんか弦高が高くてねその音が鳴らないギターもあるかもしれませんが、まああの無理に音を出す必要もないです。まあしっかり音が止まってればかっこいい感じで弾けると思います。で、ここからサビに入っていきましょう。少し背の高いあなたの何でも問題ないですね。あと F マイナー、ここをしっかり鳴らして鳴らしといての Dm7、 壊れた私はカブトムシ、ここはコードを追っかけていくだけでいいと思います。 F からの F マイナーをしっかり鳴らせば綺麗に弾けるでしょう。流れ星流れる、苦しい嬉しい胸の痛み、で次が F シャープマイナーからの
F マイナーです。平行移動でね、これがそのままずれていくだけなので、うまいこと移動させてください。で E マイナー7くらいなのは A マイナー7、ことはないでしょう。同じコード進行になりますが、2回目はじゃらーにしてあげるといいでしょう。生涯忘れることはないでしょう。次が C をね、カッコっていう風に書いてますが、こういうのがもし入れればいいかな。ことはないでしょう。こんな感じです。一発目が6弦の開放で、6弦の1フレット、6弦の2フレット、その隣の3フレットで C につながっていくっていうような感じです。6弦だけをいきなり弾くっていう感じなんですが、まあチャレンジしてみてもいいし、もしそれができない場合はカッコで書いてある C をそのまま弾く。ことはないでしょう。でブリッジの感想のね C に、ダダ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 いう感じです。 C ってのいきなりの G シャープなので、4フレット目まで移動しなきゃいけないので、もう C 弾いてる時にもうここのね、まあ、4フレット、まあ、実際のその絶対数としてはここ7フレットになるんですけれども、ここのねポジションマーク、ちょっとこのギターないんですけど、7フレットのところを目印にして次ここ行くぞっていうのをあらかじめ目線を送っとくとうまくいきやすいでしょう。ここもジャン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 の例のタイミングでコードチェンジしてください。で Am7 いってからのジャッジャービタッジャージっていう風に弾けるといいと思います。後のパートはね、同じことの繰り返しになるので、ここまでのパートが弾けるのであれば曲すべて弾けると思うので、ぜひ試してみてください。最後にね、一応これ、イントロから一番お尻のところまで、すべて弾いたやつを載せたいので、それも参考にしていただくとありがたいです。ではやっていきましょう。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい。どうした、早く行ってしまえ。そう言われても私は弱い。あなたが死んでしまった、私もどんどん年老いて、想像つかないくらいよ。そう今が何より大切で、スピード落としたメリーゴーラー、バグパーの種が少し背の高いあなたの小耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。流れ星流れ
ことはないでしょう。になります。いかがだったでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければこの動画の感想なんかコメント欄に残していただけるとありがたいです。あとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではさようなら、夏林でした。おまけとしてサビのコード進行、障害忘れるこのね、Am7 の代わりに Cm7f5 っていうコードも、もし可能であれば試してみてもいいかな。平行四辺形の形であるのと、ちょっとね、1弦の音がいらないので、そこはね、なんとか頑張って真ん中の真ん中だけを狙って、まあ、なってしまったらしょうがないんですけど。障害忘れる、この危うい感じからの音はないでしょうっていうのも、もし可能なら試してみてもいいと思います。ではさよなら。